しみいただけましたか？少しでも皆さんの心に響くような演奏にできていたら嬉しいです。早いもので次で最後の曲となります。最後に演奏させていただく曲はディズニースペクタキュラーです。この曲はディズニー作品のリトルマーメイド、美女と野獣、アラジンからの7曲をメドレーにしたものになっております。アップテンポとスローテンポ、明るい曲としっとりした曲が入れ替わりながら出てくる表情豊かなメドレーです。ぜひディズニーの世界観に浸りながらお聴きください。本日は最後まで聴いていただきありがとうございました。